はい、こんにちは、メリーです。なんとなんとぶっ壊れキャラ連続登場ですね。やっていきましょう。6月25日月曜から、やばいね、今月多分みんなお財布がすっからかんなんじゃないということで、やっていきましょう。今回はですね、なんだっけこれ、なんとかザマジックザなんとかみたいなやつのコラボです。はい、新キャラが続々と、強キャラがねめちゃくちゃ出たんで見ていきましょうね。ニッサレベインということで、回復タイプバインド耐性2つ、バインド回復が3つで、封印耐性の自動回復3つ。やばいね、バインド回復特化すぎるやろ。でしかもね、スキルが優秀で、1ターン内で貴族性の攻撃4倍、これ結構アシストとしても優秀なんじゃないかなと思います。そのまま直入れするのは、なんか自動回復が欲しい時とか、どうしてもバインド回復をスキルじゃなくて回復ドロップで行いたい場合のみに限り、バインド回復、これ9ターン回復できるんだよね、バインド回復の覚醒だけで、とかで使えるかなって思います。まあリーダースキルはリーダーとして使うことはまずないです。チャンドラなら攻撃タイプですね、スキップ2つのコンボ強化1つと LGKC2 つ持ち。まあ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 、覚醒はちょっと寂しいけど。でスキルの方が敵の最大 HP10% 分のダメージ、まあブレスですね。で両端の縦1列をヒドロップに変化。ちょっといまいち使い道がないかなって言った感じになってますが、まあ、スキルはどっかで刺さりそう。ただ複数体持つ必要はあんまりないかなと、15ターンと重いのでね、とは思います。でリーダースキルも使わないでしょう。はい、次リリアナです。こいつも結構優秀だね。悪魔タイプで闇属性強化4つのスキブ封印のチーム HP アップで、スキルがですね、敵全体にチームの闇属性の総攻撃力 ×50 倍の闇属性ブレスト、これがいいね。でしかも最上段以上攻撃列を闇ドロップに変化で、闇ドロップをなおかつ6なんで、これは複数体欲しいかな。12ターンですし、まあまあまあ、なんかスキル周回用編成で 2,3 体ぐらい取っておきたいかなっていう。今回星5の中ではこいつがかなり優秀なんじゃないかなと思います。闇属性の攻撃力と回復力2倍の闇6攻撃をつなげた、ちょっと倍強いな。ジェイス・ベレデンバランスタイプで、指3個とスキブとコンボ強化。やっぱりな、封印ないのは寂しいよね。で、スキルの方が遅延1ターンと敵全体超猛毒、あんま使わないかな。ちょっとこれのスキルは微妙なとこですね。リーダースキルも使わないでしょうし、こいつはまあ遅延枠もしくは毒枠として両方できるハイブリッド型といえばそうですけど、あんまり、まあ、1体いればいいんじゃないかなと思います。で次、ギデオン・ジュラ体力タイプ、バインド耐性2個とスキブと、面白いねこの次、火属性ダメージ軽減、火ダメージ軽減が2個、水ダメージ軽減2個、木ダメージで軽減2個、完全に防御力特化みたいな。で、回復力は0ですね。コスト低いな、15。3ターンの間受けるダメージを軽減で、3ターンの間1コンボ加算。まあ、使えそうな気もするけど、ちょっとな、次回でする時が来るかどうかも微妙。バインド耐性ある分、ちょっと入れやすいっちゃ入れやすいんだけど、どこにでも入るキャラではないですね。で、リーダースキルまあまあ面白いかな。HP50% 以上超えて9倍、20% 以下で8倍、まあ、8倍もうちょっと出てほしかったけど、だったらビッグフットでよくねってなるんで、まあ踏ん張ることもありますと。ゼラの天使、間違えました、ゼラは違うよね、セラの天使。神タイプ、スキブ1個、封印1個、ウェイ3個。見た目はすごくいいね。封印耐性もしっかりあるけど、やっぱり覚醒が寂しい、星5だから。で、特徴はスキルが結構優秀。ドロップのロックを解除して、木とお邪魔と毒を光ドロップに変化。ロック解除プラス光生成なので、これもどっかで使えそうな気がするんで、まあ、2体ぐらい取っておくといいかなと。アシストで、なんかね、どっかの周回のアシストスキルとして使われそうな気がしなくもないです。リーダーとしては無能です。渋山のドラゴン。名前すごいな。渋山のドラゴン。ドラゴンタイプ、スキブ2個の覚醒が面白いよね。マシンキラーと悪魔キラー2つ。どっかで刺さるでしょ。マシン兼悪魔の敵に対してはかなり強いキラーが刺さるんで、どっかしらではぶっ刺さる。まあ、悪魔タイプか。あくまでマシンで誰がいるんだろう。はい、ということでちょっと調べてきたんですけども、まあ、なかなかいないね。アナザーガイストが一番実用的なキャラかな、敵として出るとしたら。あとは覚醒バールとかが敵として出た場合とか、あとカッカブとか。なんでまあそこまで、
重要なキャラじゃないかなと思いますけどね。悪魔とマシンの組み合わせで言うと、まあ悪魔キラー2つ持ちなんで、まあそこで悪魔タイプに対してはかなり強いんでね、まあ潜在でキラーも触れますし、まあその辺は優秀なんで、一応1体ぐらい欲しいかなと。スキルは敵の防御をゼロにして、ドラゴンタイプの攻撃力3倍。まあまあまあ、悪くない。エンハンスプラス剣、防御ゼロなんで、使い道は広いのかなと思います。リーダースキルは、うん。こっから強くなるね、いきなり。見えざる者ブラスカ。悪魔バランスタイプ。バインド耐性2個と、スキブ2個、封印2個、追加攻撃とコンボ強化2個。覚醒はかなり優秀で強い。操作延長がないのか。で、3ターンの間回復力2倍の全ドロップロックを解除し、木闇回復三成陣ですねに変化。11ターンです。かなり強いね。で、貴族性の HP が2倍、攻撃力4倍、ドロップ操作は2秒延長の木闇のドッジ攻撃で攻撃力が3倍。これはねかなり強い。本当にリーダーとして自分で HP 高めておいて、スキルで回復力高められるし、しかも3ターンも回復力2倍になるんで、まあループはできないものの、全ステアップに近いことはできるのかなと。これ裏闘技場全然いけると思います。追加攻撃もね、サブで入れなくていいし。こいつは絶対1体欲しい。しかもアシスト進化するんだよね。で、アシスト進化でスキブがつくっていうね、もう、スキルも優秀なので、全然アシストしがい。まあ、そりゃスキルの相性が悪ければあれですけど、スキルの相性が良ければかなり強いので、ありかなと。これはね、アシスト進化用としてだったら複数体欲しいかなっていう性能してます。で、ジョイラ、ベザーライトの艦長？艦長？船長ですね。はい。船長かな。でも、艦長バランスタイプ。バインド耐性2個と、スキブ3個、封印1個の指2個、10コンボ強化が1個です。で、スキルの方が、最大 HP 50% 分の HP 回復と、バインド状態と覚醒無効全回復。まあ、オデドラだよね、もう完全に。しかもヘイスト1ターン。オデドラよりも、回復の割合が大きいのかな。オデドラは 40% だったっけ。最大 HP 50% なんで、まあ、オデドラよりも、まあ、スキルはその分多分重くなってると思うんですけども、いい感じの、まあ、オデドラとなんていう互換かな、上位互換とまではいかないけど、オデドラ持ってない人はこのスキルでもいいんじゃないかなと思います。アシスト用として、アシストでもそのまま入ってもいいね。はい、次で、水火の同時攻撃で攻撃力が3倍、8コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力3倍なので9倍、しかも2色同時攻撃で8コンボ、76なので結構出しやすいかなと、76リーダーとして。なんで76リーダーとして組み合わせるタイプ指定も特にないんで、まあ水火の同時攻撃、水火、まあそこにこだわらなくても多色で組み合わせてもいいし、まあ、水火を決めていくキャラ、ちょっと山竹しか思い浮かばないんだけど、水火誰かいるかな、ちょっとパッと思いつかないんで今のところやめときます。なんか思いついたキャラ、これと組み合わせたらいいよっていうキャラ思いつきましたらコメント欄で教えてください。スキブも3個なんでね、そのままサブにぶち込んであげるといいんじゃないかなと思います。操作延長もあるし、これは1体欲しいですね。まあアシスト、こいつもねアシストするんですよね。これがまた強いね、つく覚醒が強い。みんな操作延長と雲耐性とチーム HP アップじゃない方の HP アップですね。これは普通の HP アップでした。で、ステータスも普通に高いから、アシストボーナスも結構乗ると。雲耐性がつくのね、やっぱりでかい。で、操作時間もね、パズル不安定な人、不安定な人は言い方悪いか。僕みたいにパズルがね、苦手な人は操作延長とかね、ついてくれるの非常に嬉しいし、スキルもね、全然腐らないスキルなので、全然ありかなと。これは、まあ、アシスト用とそのまま用で1体ずつは欲しいかなと思います。なんかね、今回2体欲しい、どうも当たり枠が。で、ニコル・ボーラス。ドラゴンクマタイプで、スキブ1個、フン1個、弓が2個と、ツーウェイが5個かな、5個ですね。で、スキル1ターン内で受けるダメージを無効化、ラファエル1ターンして、で、呪文以外の味方スキルが2ターンヘイスト。まあ、非常に強いね。スキルもアシストとして使えるし、多分そのままウェイパーに入れてあげるのも、ファセットエンハンスとか非常にかかりやすいんで、ありかなと。で、リーダースキルも面白いね。落ち込んなしで5コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力 2.5 倍。パズル後の残りドロップ数が8個以下で攻撃力上昇最大12倍。多分0個にしたら12倍なんでしょうけどね。これかなり面白いリーダースキルしてるんで、裏闘技場もいけちゃうんじゃないかなと思っております。火力はね、めちゃくちゃ出るんでね。まあ、ただちょっとパズル力が求められるリーダースキルなんで、まあ面白いかなと。性能、この日こいつ好きだな、結構。で、こいつもアシスト進化。バインド耐性がつくね。これいいよ。
ムートだったんですよね、今まではバインド耐性をつけるんなら。でもムートってね、スキルが軽い上にね、ちょっと相性の悪いスキルなんですよ。水変換しちゃうっていう。で、闇ドロップ強化に行くと攻撃アップ、まあこの辺は大負け程度に。で、1ターン内で受けるダメージを無効化でしょう。これね、どれにアシストしても絶対腐らないスキルなんで、こいつは正直何体いてもいい。バインド耐性がないキャラにアシストしてあげたら、バインド耐性もそのままつけて、なおかつ多分スキルもほとんどのキャラにとっては強くなるスキルになると思うので。しかも重いしね、スキルレベル上げなかったらこれ5上がるから21とかでね、遅延対策にもなるし、これがね今回大目玉なんじゃないかなと思います。ちょっとなんかローディング入りましたけど。で、次がカーンですね。マシン体力タイプ、バインド耐性2個とスキブ2個、封印1個の指1個のコンボ強化3つ、また光属性でコンボ強化3つですよ。で、ちょっと回復力寂しいですね。リーダースキルじゃねえ、スキルの方が HP 全回復して全ドロップを光回復お邪魔ドロップなので、ヨルムンガンドユルか、エドワード・エルリックとヨルムンガンドユル足して2で割ったみたいな感じになってます。11ターンで打てるのでかなり強いかなと。で、リーダースキルがお邪魔リーダーですね。お邪魔を4個以上つなげて消すとダメージを軽減、攻撃3倍、お邪魔の2コンボ以上でダメージを軽減、攻撃が4倍なので、お邪魔をまあ7個用意してあげて、まあ12倍出しますよと。軽減も2回貼れるので、うまく使えばね、かなり強い。耐久性能もあるし、火力も出せるし。ただ、お邪魔リーダーなんで、なかなか難しいところはあるかなと。まあ、でも、フェンリルビーズとかね、光属性で相性のいいキャラいっぱいいるんで、いいんじゃないかなと思います。あ、そっか、アシスト進化だね。これ強いよね。光列強化2個と、毒耐性3つ。ついにレイヤーに続いて毒耐性3つ持ちが出ました。まあ、レイヤーは遅延として、まあ、どのアシストでもいいんだけど、まあ、光属性キャラ、特に列、光列パにとっては、こっちアシストしてあげるとね、もう一石二鳥。光列強化も付加されて、特耐性も対策できるという。これかなり優秀です。こいつも、2体ぐらいは欲しいかな。でもアシストたくさん付け替えるようとして、4体欲しいかな、みたいな性能になってます。今回やばいんだけど、そんなにさ、回数引きたくないんだよね、できれば。で、悪魔王ベルゼンロックということで、悪魔タイプのスキブ1個、封印1個、封印タイプ、あ、スキブ1個、指1個、封印2個のお邪魔2個のチーム HP アップ1個と、これは進化合成用キラーと、まあ、新キラーかな。なぜ進化合成用がついてるのかわかりません。超覚醒に対応してる。今までのキャラ、超覚醒対応してないよね。超覚醒対応です。脅迫。一旦の間、毒ドロップが落ちやすくなって、ランダムで闇と毒ドロップを3個ずつ生成。これね、リーダースキルめっちゃむずいんだよね。悪魔タイプの攻撃力 2.5 倍、6コンボ以上で攻撃力が4倍の毒か猛毒ドロップを消すと攻撃力と受けるダメージが半減。なんで、やばい、ここ火力出すとまずいっていう時に毒を消す。ただし、毒を消しても回復力が上がるわけ。ヘルとかと違って回復力上がらないので、しっかりとね、耐久、自分で回復力、耐久性能上げていかないといけないサブとかで。そこがちょっと難しい。こいつはね、一体でいいな。使いどころが非常にむずいですね。で、ドロップする航海士のコンパスはウェザーライトにアシスト進化が可能ですと。で、こいつが、自分以外の味方スキルが1ターンから3ターンランダムで溜まりますと。なんかすごい賭け要素が出ましたけどね。このモンスターはチームに入れることができずに潜在覚醒のつくか付くか付与できません。で、アシストとしてつくのが全ドロップの色の強化ドロップ1個ずつという感じです。まあスキルレベル上げずにアシストとして入れてあげるのありだけど、でも実際このスキル使うかっていったら使わないし、この覚醒も強いかっていったらそうでもないんで、これはまあ1個でも作っとけばいいんじゃないかなと思います。3ターンヘイスト、確定で3ターンヘイストなら強いんだけどね、1だった場合よね、本当に。はい、ということが6月25日から始まりますと。今回はね、強いキャラが非常に多いです。ラインナップが、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 12体ですかね。12体ラインナップになってまして、星5のキャラがうちの、7体かな ?7 体。と、進化じゃないわ。星6あたりキャラが5個になっております。5体か。まあ可能性としてはかなり当てやすい。ラインナップ自体は多くないんで、狙いやすいっちゃ狙いやすいと思うんですけども、複数体、どのキャラに対しても星6であれば複数体欲しいキャラとなっておりますので、もしね、余力のある方、ジューンブライドも来ましたし、デュエルマスターズも来ました、
それでもまだ余力があるよっていう方はぜひね引いて、今回アシスト進化優秀ですんで、アシスト用と本体用1体ずつ取ってあげるのを目標に、売らないようにね、2体引いても売らないようにしてあげてください。自分も100連引く余裕があるかどうかな、ちょっとわかんないですけど、ガチャ引きたいと思います。ではでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。